渡辺広氏は、日本の実業家。三和銀行東踊や三菱東京 UFJ、銀行名誉顧問のほか全国銀行協会連合会副会長、経済同友会副代表幹事等の公職も、務めた。1993年欄次報を承受賞。東京、赤羽出身。渡辺光吉は父。旧姓。 第2東京私立中学校を経て、旧制東京商科大学に入学。渡辺文雄は、旧制中学の同級生。大学時代は、弓道部に所属。また、キリスト教青年会にも参加。大学同期の伊藤女性と親しい関係であった。1953年に大学を卒業し、三は銀行入校。 入校後は、丸全石油や岩井産業への出向を経て、営業本部、第二部長、有資部長、営業本部長等、国内営業部門を歩み、1988年に、川勝賢治の後任として、東踊に就任した。東踊として、証券部門、国際部門、情報部門の重点化、首都圏への進出などを進め、1993年3月期、 決算及び1994年3月期決算で、業務純益、経常利益、当期利のすべてで、都市銀行トップを実現した。1994年に、東取任期6年の内気に従い、東取を退任し、代表取締役会長に就任。東取在任中は、東京都渋谷区商島の自宅と、兵庫県西宮市二川町の川勝会長から、引き継いだ。 東ドリ用社宅の往復生活を送った。2021年6月8日死去。91歳没。趣味はスポーツと音楽。クラシックではバッハやモーツァルトを好み、カラオケでは風雪流れ旅や奥飛騨場場が持ち歌。またスポーツは野球、水泳、ヨット、弓道、ゴルフを行い、特に野球については、 南海ホークス監督を務めた、鶴岡和人と親しく鶴岡の依頼を受け、日本少年野球連盟の初代名誉会長を務めた、ほか、阪急ブレーブスのオリックスへの球団売却の際には、仲介役を務めた。1988年5月24日、日本経済新聞1986年10月23日、 日本経済新聞1989年5月18日日本経済新聞1989年6月17日日経産業新聞1989年6月17日日経産業新聞1987年1月19日日本経済新聞1988年5月30日 日本経済新聞1988年5月23日日経産業新聞1990年4月24日日経金融新聞1994年1月20日日経産業新聞1993年4月9日日経金融新聞1993年,月日日聞1993年8月25日日経金融新聞 1994年5月19日、日本経済新聞1989年6月17日、日経産業新聞、渡辺博士氏が死去元三は銀行頭取、り、日本経済新聞、2021年6月18日閲覧。1989年6月17日、日経産業新聞、1990年1月1日、 日経産業新聞、1994年9月21日、日本経済新聞歴代の、会長産業経理協会1988年12月29日、日本経済新聞1990年3月6日、日経産業新聞、1993年4月20日、日本経済新聞1990年4月25日、日経金融新聞、 ありがとうございます。